タクシーに乗った時のこと、運転手さんに行き先を告げて走り出したので外を見ると窓ガラスが少し曇っている。なんでこんなに汚れているのかなと思い見ていると、その汚れは手の形をしている。何これと思い周りを見回すと、反対側の窓ガラスにも手形がついている。気持ち悪いなぁと思いながらも、他にも手形がついていないかなぁとキョロキョロしていると、運転手さんが、どうされましたと聞いてくる。私はなんとなく手形のことは言えず、とっさに、友達の家がこの近くなので、いないかなぁと思って、と答えました。キョロキョロしていて変な人に思われたのか、さっきからやけに運転手さんとミラー越しに目が合う。なんだか居心地悪いなぁと思っていると、足で何かを踏む感覚がした。なんだろうと見ると、髪留めが落ちている。前に乗った人の落とし物だと思い拾い、後で降りるときに運転手さんに渡せばいいやと思い、とりあえず隣のシートに置き、手形を見ないように外を眺めると、どこからか、といううめき声が聞こえる。何？と思い周りを見ると、隣のシートに女性が座って私をじっと見ている。突然のことに私は小さく悲鳴を上げると、運転手さんが、どうしました？何かありました？と聞いてくる。私はミラー越しに、誰かいる！と言い、横を見ると誰もいない。確かに女性が座っていたはずなのに、すると運転手さんは、夢でも見たんじゃないですか？と言う。私はもうこのタクシーから早く降りたくて、ここで大丈夫です、降ります、と言うと、運転手さんが、え、まだ目的地に着いてないですよ、と言う。私は、もうここで本当に大丈夫です、と言い、止まってもらい、料金を支払い、外に出ると、ほっとしました。次の日の朝、ニュースを見ていると、昨日のタクシーの運転手さんが、殺人事件の容疑者として映っています。どうやら、タクシーに乗ったお客さんを手にかけていたようです。私が見た女性は、被害者だったのでしょうか。